ということで、本日は天皇杯2回戦湘南ベルマーレ戦に向けて移動の日、移動の日ですよ。いやー、正直ね、今こうやってね元気そうに振る舞ってるんですけれども、緊張とプレッシャーで、死にそうですなんですけれども、まあやっぱこのね緊張プレッシャーに打ち勝ってチームの勝利に貢献できるようにね、ちょっとやるべきことやってジャイキリ起こせるように全力で頑張ります。散歩タイムです。まあ、今日の流れとしては、まあ、千歳空港で羽田まで移動して、でホテル着いて練習してっていう感じですね。大学時代は遠征あってもずっとバス移動だったんで、まあ、飛行機での遠征っていうのはちょっとね久しぶりなんですけど、このロフトで買ってまいりました。アルミノのワックスの方ですね、こちら。でこれワンチャン飛行機でね没収される可能性あるんですよね。いやもう昨日買ったばっかで今日没収はさすがに草。今日もね基準は前髪が降りてこないっていう基準で今日も見しなが、よし、今から、ね、新千歳空港に向かいます。さあ、ムニョン、行くぞ。やろうぜ、マジで。いや、行くぞ。マジで。おぉ、危ねえ。谷？やろうぜ。頑張りましょう。よし。正直そっち見たいでしょ。レバンドフスキ見たいでしょ。激アツだよな。ヴィッセルとあれでしょ。レバンドフスキは。どこだと思っちゃうの？シートベルトをお締めください。スマートフォンなどの電波を発する電子機器は機内ホールなど電波を発しない設定に変更するか、やれる今やれる。電子機器の使用制限に関しての詳細は機内市の空の安全のためにご確認ください。着きました。物理機関のゆうじくんです。裏側ビートップの、そうだね、概要欄貼っとこう。移動中も分析しましたね。さすがっすね。ちゃんと受け取れるか心配だよね。結構早いから。あ、俺じゃない、俺じゃない、違うかな、違うかな、違うかな、俺かな、あ、違うかな、あ、違うかな。お願いします。新加入です。コンビニはないんです。やるよ。ちょっと低い。足型低い。ハーランド。かっこいいな。ハーランドでは。ハーランドです。今先輩のインスタフォローしてんでしょ。誰？え、こんなイケメンいた？こんな韓国風の。当たり前やん。どうせホテル夜飯でも米食うかな。で、蕎麦消化に悪いって言うね。いや、蕎麦はあんま良くないらしいです。消化に悪いな。まあまあ、明日だからね、試合。いいね、最高の一人部屋ですよこれ。ちょっとすぐ練習行かないといけないんで準備します。
キーパートレーニングやります。赤やつやん。いつも俺持ってるやん。ベルマーレさんのピッチを使わせていただきます。めちゃくちゃいいでしょ。これは綺麗よ。シャワー浴びて飯なんですけど、今日ね明日試合に向けてちょっとチームを盛り上げようということで余興もあるんで、ちょっとハードスケジュールなんですけど頑張ります。はいどうも、今及川さんの、ドクターバッグをいただきました。これね資格なかったらただの重りですからね。はい、ちょっとじゃあまた若い順で一つずつ残したらこれぐらいいけるみたいな、どのぐらいいけるかみたいな、先輩にどのぐらい犠牲できるかみたいな、どれやん。もしくん、ベジファベジファベジファこれ全員だから、これを僕たち若手にいただいて本当にありがたいばっかりです。普段ねピッチでもピッチ外でも迷惑をかけてばっかりなので、ここで一発そんなことないぞ。ありがとうございます。ここで一発ですね、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。上田もうすごい、もうこれ今日いいでしょ。 I have an egg I have an egg うんバカピヨピヨナイス。ユージです。最近インスタグラムでおすすめに出てきた選手をフォローしているのですが、たくやくんだけフォローが返ってきません。ユージです。無難です。いつも連絡があったんです。湘南戦を連れてくメンバーを考えたのですが、全員で行くことになりましたのです。どうしても全員で連れて行きたいとです。全員で勝ちに行きましょうと、そのグループに送られてきたのです。そのグループに僕は招待されて。今日ちょっと、おかんが好きなサッカー関係者の名前忘れたらしい。おかんが好きなサッカー関係者の名前を忘れた。それどないなってんの。俺ら世代のおかんは大体知ってて、松木安太郎か、森保監督、それぐらいしかいないんだ。
もうそのどっちかでしょ。それが違うらしいの。ジョン。違うらしいの。一緒に考えるから、じゃあその特徴ちょっと言ってみて。練習前、めっちゃフレンドリーなんやけど、練習中、試合中になったら人格変わるらしいの。ほな、磯部和彦やないか、それ。この特徴は完全に磯部和彦やないか。大体ね、あんだけ急に性格変えれるのは、俳優の菅田将暉か磯部和彦やないか。その特徴は完全に磯部和彦や。ほな、言うんだけだったもうちょっとなんか。試合中、常に動き回ってるらしいのよ。ほんな磯部和彦やないか。試合中ずっと動き回ってんの磯部和彦やね。大体ね、あの人はテクニカルエリアっていう概念がまずないねん。武漢が言うには、磯部和彦ではないらしい。磯部和彦ではないやん。ありがとうございました。竹内涼真主演、仮面ライダードライブの変身を全力でやります。イケテベルトさん、ちっちゃい。ドライブトップスピードで。ドン。ファミマタイム。あれ一本でいいやん。もうあの動画。今日の余興。テールメールクオリティ高かったんだ。チームダイソー出して頑張りましょう。頑張ろうぜマジで。そのカメラ誰って注文したの？これ分かんない。これで分かんない。あ、これあれか。これで分かんない。あれムニモンクラス。でもボッチャやんなんか。パクセロイですから。ジーファンだしね。普通に俺緊張で吐くかもしれないし。俺でも最近リーグ戦の方がね俺。緊張する、決めなければ。はい、ということで今日は湘南に移動する日でした。明日本当にね、まあ、自分の今までのサッカー人生の中でも一番大きな舞台といってもう間違いないと思います、はい。まあ、気負いすぎず自分の今までやってきたことを信じてベストを尽くしたいと思います。本当にね、ここに来るまでに応援してくれた人もそうですし、本当にいろんな人のおかげで来れてるんで、やっぱサッカーピッチで自分なりに表現できたらなっていうふうに思います。やっと寝れそうなんで寝ます。おやすみ。